こんばんは。この時間は私、望月さくらがお送りいたします。今回紹介するのは将棋棋士の林葉直子さんです。林葉直子さんは5歳で将棋を覚え、小学6年生で女流アマ名人を優勝。その後、史上最年少の14歳3ヶ月で女流王将のタイトルを獲得しました。テレビや CM などにも多数出演し、順風満帆な人生を送っていましたが、その頃から酒の味を覚えるようになったといいます。特にアルコール度数の高いものを好み、テキーラを一晩で1本開けることもありました。そんな中、1994年林葉直子さんは失踪事件を起こします。これは当時の将棋連盟及びその他関係者のデマや勘違いからマスコミに失踪事件として報道されます。帰国した林葉さんは失踪事件についての記者会見を行い、こんなことになっているとは知らず驚きました。海外への将棋普及のためにイギリスを訪問していましたと回答。しかし、ことの真相はそれから4年後の1998年、週刊文春のいわゆる文春法によって世間に暴露されてしまいます。この文春法の内容は、林葉さんと中原誠さん、将棋棋士の5年間にも及ぶ不倫関係を報じるもので、将棋界はもちろん全国に激震が走りました。報道で暴露された内容は以下の通りです。1992年から不倫関係が始まったこと、それから不倫関係は5年間も続いたこと、失踪事件は中原誠との不倫関係に悩み切羽詰まった林葉が取った行動であること、中原誠からのストーカー行為まがいの嫌がらせを受けていたことが明らかになりました。その中でも中原誠さんの林葉さんに対する留守番電話の録音テープは世間に大きな衝撃を与えました。そして林葉さんの中原さんへのラブレターも流出してしまいます。あなたに会えたことは何よりもの私の幸せです。永遠に私はあなたを愛しています。失踪事件、不倫騒動、留守番電話の嫌がらせと中原さんとはいろいろありましたが、後年にわたって林葉さんは中原さんのことを悪く言ったことは一度もありません。2020年に受けたインタビューでは、当時を振り返りこのように語っています。相手の方の仕事の成績が落ちてしまったことで、私は自分を責めて狩猟が増えていきました。別れ話になっていた20代半ばは飲酒のピークで、一晩でヘネシーを1本開けたりしていました。眠れない夜は眠剤をアルコールで流し込んで、今思えばあんな恋愛はお互い無駄なエネルギーを使っただけでした。周囲にご迷惑をおかけし、体を壊し、その上私は大切な将棋を失ってしまった。つくづく残念だったなと思います。1995年に将棋界を引退し、不倫騒動で世間を騒がせた後、200万円で包茎手術を受け、ヘアヌード写真集を発売したりと、その後も世間を騒がせ続けた林葉さんでしたが、36歳の頃から体に異変が起こるようになったといいます。引退後の林葉直子さんは執筆活動で生計を立てており、書き始めた少女小説がヒット、漫画の原作も手掛けるようになり、累計200万部を売り上げる作品もありました。しかしアイデアに行き詰まると酒に頼るようになり、苦手なシーンでも飲酒すればスラスラ書けたといいます。そんな折、林葉を襲ったのは深夜の激痛。夜中に足がつるなど体に異常が見られるようになったが、放置していました。そんな日々を送っている中、母から一本の電話が入り、長く患っていた父が亡くなったことが知らされました。悲しみに暮れる中、なんと父が1億円以上の借金を残していることが判明しました。結局林葉直子さんが選んだのは自己破産。貯金もほとんどなくなり、かつての華やかな暮らしぶりとは打って変わって500円以下の弁当を食べるような生活になったといいます。
そんな中でも酒を飲むことはやめられず、安くてアルコール度数の強い酒を求めるようになりました。とうとう体は限界を迎え、深夜の足の痛みは骨折したかのような激痛を伴い、紫色に変色、腹水もたまり、まるで妊婦のような体型になっていました。重い腰を上げて病院に向かい、診断された病名は、アルコール性肝硬変。大量にアルコールを飲み続けた結果、肝細胞が破壊され機能を失った状態に、壮絶な闘病生活が始まり、なんと体重は38キロまで減少。医師からも余命1年を宣告されたといいます。どん底にいた林場さんを救ったものは何だったのでしょうか。2018年に放送された番組では、林場さんに当時のことについてインタビューしていました。病気が苦しくて死んじゃった方が楽って感じで、あと1年寝ってくらいにしか思っていなかったんです。しかし復活のきっかけになった意外な人物が明かされます。でも藤井聡太くんの活躍をきっかけに将棋を見るようになったら、将棋が好きだとよく気がつきましたと、若き天才棋士の奮闘に勇気をもらったことを明かしています。林場さんは独自の食事制限で減塩を徹底し、医師も驚くほどの回復を見せ、2016年には将棋イベントに参加できるようにまでなりました。アマチュアの人とかみんな参加できて、誰もが参加できる棋戦みたいなものがあれば楽しいと思いますと、誰もが参加できる大会を作ることが夢だと笑顔で語っていました。その後は大好きだったお酒も一切断ち、肝臓の機能も正常値に戻っていた林場さんでしたが、2022年10月、またもや体に異常が現れます。最初の症状は血痰でした。肝硬変の際に吐血を経験している林場さんは、また肝臓に異常が起きたかと思い、すぐに病院を受診。するとそこでなんと肺がんを宣告されたといいます。実は林場さん、お酒は断っていましたが、タバコはやめるどころか以前より増えていたといいます。その量なんと1日2箱。医者には通院している時に喫煙もやめるように勧められていましたが、やはり執筆活動の際にどうしても必要だったとのこと。林場さんの肺がんはステージ 3B と診断されました。腺がんが右側の肺より静脈を伝い心臓に侵食しており、福岡の大きな病院で余命1年7ヶ月と診断されましたが、抗がん剤と放射線治療の結果、今年の1月末に右肺全摘手術を受け、4月に退院しました。しかし体調が優れず、1週間後に再入院し検査を受けたところ、遠隔転移で小脳に直径 3.5 センチの悪性腫瘍があることが分かり、翌日に緊急手術にて摘出。再度放射線治療と抗がん剤治療を受けました。1度目の手術後、しばらくの間声帯麻痺にて声を出せなくなってしまい、リハビリを受けました。2023年10月現在、予後は良好とのことですが、2度も余命宣告を受けた林場さんは少し弱気になっているとのこと。2015年に死んでたはずの命、10年後の2025年に生きているわけがないでしょうと笑い交じりに周囲に弱音を吐いているとのことです。2024年の5月までお元気に過ごせれば、林場さんは2度目の余命宣告も打ち破ったことになります。どうかまだまだお元気に活動されてほしいものですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。